皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ファイアーエンブレム風化雪月続きをやっていきたいと思います。出撃の続きだったか。とりあえずなんだっけ、レア敵を討伐していきます。国境の総統戦、水風の章エピソード17、鉄血の呪術師。セテスはヒルダとくっつけて、ここは、あれか、ヒルダの外伝のマップかな。なかなか敵いるな。で、この人は錆びた斧、銀の斧になるな。利用できないのか。左側に注意すればって感じかな。ヒルダをガンガン育てていこうかなと思うんですよね。あまりその辺は考えずにやっていこう。短くとしては前回のあたりから整理できないから、ちょっと軽く一問整理して、こんなところかな。はい、はい、よろしく。ちょっとたまには BGM で遊んでみようかな。で、なかなかめんどくさいな。よし、技。これくらいは普通ですよね。いいですね。手を抜いてた。知ってたかも。これくらいは普通ですよね。魔棒。こう見えて努力はしてるんですよ。体が覚えているらしい。本気の戦いは疲れる。式 B プラス。これって役に立ちそうですよね。例にしたいな、A の。よし、ありがとうございました。支援が出てるから支援をしていきます。ツリルとヒルダ。あ、ツリル君、今からお掃除？ご苦労様。ヒルダ、水と貝場運んで疲れちゃったのよ。少しここで休ませて。ここで？あ、ヒルダがちゃんと一人で仕事してる。手伝ってくれるツリル君がいないから一人で頑張っちゃったわよ。別に僕じゃなくても助けてくれる人はいるだろう。ツリル君を待ってたんだよ。だってほら、手紙。前に兄さんと手紙のやり取りをしてる話したでしょ。それでツリル君のことも何度か書いたのよね。人のことを勝手に書くなんて、君って本当に。別に悪く書いてないわよ。それどころかほら、読んであげるね。アルミラ人であっても均衡法制で慈悲の心を持つ者ならば尊敬すべきだ。人間として立派なものは重んじなさい。国の事情など
大事の前には無に等しい。へえ、すごいね。かっこいいや。バルミラと戦う貴族の言葉とは思えないでしょ。あんな兄さんだけど、私も見直しちゃったんだ。嬉しいな。こっちじゃパルミラ人ってだけで悪い印象を持つ人も多いから、僕を一人の人間として認めてもらえたような気がして。何よ、私もずっと認めてるわよ。ゼリル君にお願いしたら何だって完璧にお手伝いしてくれるもの。それは認めてるんじゃなくて頼ってるんでしょ。イルダはまず兄さんから心配されないような大人になりなよ。私だって成長してるわよ。水やりも会話もちゃんとできたんだから。だとしても僕、ヒルダに認められても全然嬉しくないな。頼られるのはとても嬉しいけどね。じゃあもっと頼ってやるんだから。まずはさてと、僕ここの掃除始めるから。ちょっと待ちなさいよ。はい、めでたしめでたし。セテスか。セテスさん、こんにちは。あ、今日はカゴにいっぱい入ってますね。ああ、君のおかげで餌をつけられるようになったのでな。ああ、釣りね。なるほどね。こんなに釣れます？私なりに釣り方を工夫したせいかな。少し欲が出てしまってね。この間はただ垂らしとるだけやったのに。実際に魚が釣れるようになると何匹釣ったのかを意識するだろう。魚の数が増えていくという単純なことが案外と意欲となるらしい。そしてこれをまたレオニーに調理してもらったらと思うと楽しくてな。年がいもなく夢中になってしまったよ。確かに何匹釣ったって分かるともっと釣ってやるってやる気出ますよね。おかげで釣りの新しい楽しみ方を得た。レオニーのおかげだな。大げさですよ。それを言うなら私だってそうです。お、私魚を食べたいって時しか釣りなんてしなかったんですけど、最近は頭や体を休める目的で釣りをするようにもなったんですよ。ここじゃ飯は切実じゃありませんからね。まあ釣った魚は食べますけど。ほう、ではお互いに釣りの新しい目的を得たわけだな。それで今日はどっちなんだ、食べたいのか休みたいのか。息抜きのつもりでしたが、セテスさんが釣った魚を見てたら食欲が。後で君のところに持っていこうと思っていた魚だ。好きなだけ食べてくれ。優しい。やった、じゃあ一緒に食べましょう。料理は私に任せてくださいね。セレル、休憩中か。はい、何か急ぎの御用があるなら。いや、そうじゃないんだ。少し話をしようと思って来たのだ。話ですか。ああ、君は大司教のために働けるのならそれだけで幸せだと言ったな。本当にそうだろうか。君にとっての幸せが他にあると考えたことはないのか。いえ、レア様への恩返ししか僕がやりたいことはないから。レア様は今ここにいませんけど、僕の仕事は全部レア様のためです。なるほど。だが恩返しが終わったらどうするんだ。終わらないです。レア様いつ登場するとかやな。ふん、徹底しているな。君のその生き方は今の世に欠けている美徳とも言えるだろう。私も大司教には大恩があり、その恩に報いることがここにいる理由の一つだ。一つ？そう、あくまで一つだ。私にとって
それが全てではない。私には私の目的がある。こことは別の場所でその目的が叶うなら私はここにいない。目的のため。私は大司教と目的を共有することができた。だからこそ私はここに留まっているのだ。恩返し自体は素晴らしいことだが、それに終始すべきではないと、大事なことですね、私は思う、恩返しは一点張りになっとうけんね。過去の生産に過ぎない。君は未来への蓄えをもっと考えるべきだ。大人の意見だ。君が望む未来はどんな世界だ。そのために今君にやれることはないのか。君の未来を豊かにするために今一度考えてみてほしい。セテスさんの話は難しくて僕にはよくわかりません。僕はレア様が見つけてくれたことで初めて自分の生きる意味を持ったんです。他にって言われても、悩ませてすまない。ただ君を見ているともどかしいのだ。あらゆる可能性から目を背けているようにすら見えてな。まあね、心に留めておいてくれればそれでいい。焦る必要は何もないのだから。はい、セテスさん。おお、結構いい支援だった、いい支援だった。ではぼちぼちと散策します。サクッと散策。うん、歌は好きだぞ。こうして声を張れば自然と気分も晴れるというものだ。美しい歌声を響かせれば天上に追わす主にも届くはずだ。濃いな。先生と話したいと思っていたところだ。すまないね。すまないね。良い香りだ。お菓子が美味しそうよね、いつも思うけど。ああ。過激を見たことは。ほうほう。ほうほう。ああ。ああ。もらうと嬉しい贈り物。ああ。ああ。ああ。理想の教師像を語る。ほうほう。ほうほう。未練がましいところは見せたくないが、もう少しだけここにいてもいいだろうか。いいよ別に。笑う。なるほどな。なるほどな。いいねローレンツ。僕のこの髪型が気に入ったようだね。なんなら先生も真似てみるといい。セリフは5年前と一緒か。ほう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 。僕に興味があるようだね。無理もないが。無理もないが。何やそのキラキラは。バカだ。乱れているところはないだろう。あなたに会うために整えてきたのだから。おお、まず紳士やな。何何。おうおう。しかし重たそうやねこの鎧。僕に興味があるようだね。無理もないが。何何。おう。ほうほう。どうなのだ。何先生。実に優雅なひとときだった。次は僕が紅茶をご馳走しよう。では失礼。魅力上げていこうどんどん。お母様の手料理に迫る美味しさ。これなら毎日でもいただけますわよ。飯を食うってのは生きることと同義だ。あんたと共に飯を食えて幸せだよ。大げさやな。あ、
料理なんて基本さえ押さえておけばどうにかなるものですよ。そのお野菜はやめましょう。私は食べられますけど、苦手な人が多いし。なるほど。いつも思うけど焼きすぎよね。よし。あ、悪いね。ジョーロ。はい、終わります。そして指導して。6人、1、2、3、4、5、6、7、8、2人抜かすか。優先順位高いのはヒルだ。いいぞ、いけ。よし、いいぞ。フレン式。マリアンヌもね、あれですか。すごく。よし。あと3人。レオニで、よしよしよし。で、リステアもまあエリートやけんな。好き。手ごまだ。でラファエルも大体いいんですけど、好きも満足しとるしな。物をあげとく。わ、こういうのも必要だもんな。あんま物使わないけどね。よし。終わりました。もう さあ、ここね、鉱馬の日ね、出撃しようかな。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さよなら。